こちらの製品の特徴なんですけども、仕分けに便利な2部屋構造、それとパカッと開いて机の上に置けるようになっています。皆さんこんにちは、ピンイースケです。今回紹介するのはキングジムから発売している、こちらのチアーズのツインペンケースを紹介していきたいと思います。こちらのカラーラインナップが、はい、こんな感じになっていまして、左上からグレー、乳白、緑、黄色、赤ということで、2層構造の下の部分がそれぞれのカラーとなっています。この製品はシリーズ化されていまして、クリアファイルですとか、バックインバック、リングノート、それとツインペンケースということで、シリーズで色も統一されていますので、色統一系筆箱ですとか、持ち物に合わせて様々な組み合わせができる製品となっています。製品がですね、小物を分けて収納できる2層構造となっていまして、サイズが 90×180×45、素材が PVC で、収納可能本数ということで、2部屋合計30本となっています。次に製品の特徴なんですけども、割と強い磁石構造となっていまして、結構強力なマグネットがついています。カチッと止まる感じですね。それとパカッと開くと、左が上の部屋、右がですね、下の部屋ということなんですけども、アップで見ると非常にわかりやすいと思うんですが、上の部屋はですね、特にファスナーなどはなくて、付箋やマステなどを収納できる小物入れとなっています。下がですね、ペンを収納する箇所となっていまして、こちらはファスナーがついていまして、若干チープ感は感じられますが、しっかり閉じられるようになっています。サイズ感的にはですね、ちょうど2分の1という感じで、それぞれ15本ぐらい収納できるような感じですね。ということで、透明系のボールペン、エナージェルインフリーを用意しましたので、どんな感じで収納できるのか見ていきたいと思います。こちらにですね、10本用意したんですけども、小物入れに収納した場合はこんな感じ。結構いっぱいいっぱいな感じですね。次にペンケースの方。ペンケースの方はこんな感じになっていますので、収納可能本数が30本ということだったんですけども、おのおの10本ぐらいにしておいた方がよろしいかと思います。透明のペンケースに透明のボールペン入れるとなんだかおしゃれですね。それではこちらのペンケースを使って簡単に筆箱を作っていきたいと思います。用意したのが、右側にはですね、こちらのペン類。左側には、こちらの小物類を収納していきたいと思います。ちなみにペン類はですね、モノグラフの 0.5、フリクションボール4、エナージェルインフリー、以上の4本を収納しまして、左側の小物収納には、緑の折りたたみ定規、クリアレーダー、それとマステをくるくる巻けるマコ、黒用のサクサポシェ、アインシュタインの 0.5 と、マステのリトロ、以上の製品を収納していきます。ちなみにペンを閉めない状態で閉めると、特に落っこちたりはしないんですけども、部屋間の移動する恐れがございますので、必ず閉めて閉じた方がよろしいかと思います。そして使う際にはパカッと開いて、こういった感じですぐ使うことができます。はい、ということでこの動画は以上になります。キングジムのチアーズツインペンケースをレビューしてみました。カラーがですね、全5種類展開となっていまして、ちょっと異質な2部屋構造となっています。使う際にはパカッと開いてすぐ使うことができまして、ペン類と小物類を分けて収納することができますので、筆箱の中で中身が混ざるのが嫌な方は選んでみても面白い製品かと思いました。また様々なコーデができるかと思いますので、色統一系筆箱にもいいですし、どちらかというとメインというよりは、サブの文房具類をしまっておくのに向いてるペンケースだと思いました。気になる方はお近くの文房具店で探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。